楽ウマクッキング。今日は広島県で初のシニア野菜ソムリエの資格を取り、食育プランナーとしても活躍中、野菜のスペシャリスト花井あやみさんの登場です。花井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。佐藤浩司さん、かっこよかったですね。いや、渋かったですね。なんかもう脱力しちゃった、もう。ね、大ファンだそうですね。はい、よかった。さあ、今週はですね、メイン料理のお供にもう一品欲しいという時にぴったりのちょこっと副菜レシピというテーマで紹介していきます。今日はこちらを作ります。きゅうりとナスのからし醤油和え。これが本当に簡単で美味しいんですよね。なんかもう超簡単でね、うん、なんか今日は料理をしてないみたいですけど、テレビのお料理コーナーの限界ぐらいですね、これ多分、うん、挑戦します。はい。本当にね、皆さん思い立ったらすぐできる、うん、そんな料理になってますので、そうですね、はい、ぜひ覚えてください、はい、でもお味はとっても美味しいです、はい。さあ、それでは早速クッキングスタートです。はい、はい、まずね、お茄子ですね。で、お茄子を今日はね、使うんですけど、はい、ちょっとね、もうギリギリまでですね、こうしてね、使うようにしましょうね。花井さん、よくあれですよね、うん、皆さんナスのこの辺から落とすっていうね、うん、そうなんですよ。もっとこのヘタギリギリのところから使ってほしいと言われますよね。そうそうそう、はい、でこちらの方を今日ね、生で使うので、はい、ちょっと皮がどうしても硬いので、こちらをね、縞状にピーラーでこういう風に、まあ、少しはね、やっぱ皮を残したいので、うん、でこれぐらい、半分ぐらいですね。あ、こうすると皮の硬さが、うん、まあ、生で食べても気になる、口触りがとてもいいので、うん、はい、でこちらの方ですね、縦に切って、なんかまだ、ね、余韻が残ってますね、興奮のね。佐藤浩市さんの、そう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 、ね、なんかね、いろいろ妄想してたらしいです。そうなんですよ、私の今日作った料理を通りすがりの佐藤浩市さんがこうつまみ食いしたら胃袋を掴む自信があったのに。そうなんですよね、本当にね、残念残念、はい、ね、ちょっとつまんで欲しかったんですね。そうですよ、でもどうしよう。ただね、今日佐藤浩司さんに食べていただくにはちょっとこっちが恐縮するぐらい簡単なレシピなんですよね。いやいや、いいじゃないですか、こういうものがいつもごちそう食べてらっしゃるから ね、 ね、もう、はい、はい、さあ、でこちらをね、ボウルに入れましょうか。ナスをですね、斜め半月切りにしました。はい、でまずお茄子ですね、はい、はい、それからね、これ洗わなくていいんですよね。あ、いいです、うん、ね、やっぱり、ね、洗うとどうしても風味とか出ちゃうので、うん、なるだけ洗わない方法、はい、でこれすぐに、ね、お塩をしますので、うん、そんなにアクは出ませんのでね、はい、この後すぐ塩をします。はい、はい、さあ、続いてきゅうりですね、はい、でこちらきゅうりね、はい、きゅうりもこうして、今日は2種類のからし醤油和えをあっという間に作ります、はい、でこちらの方もね、半分ぐらいね、縞状にこういう風にして、でね、これもやっぱり口当たりですか。そうですね、うん、でちょっときゅうりの方はね、はい、今日包丁使わずに、こういうね、棒状のもの、はい、でこちらちょっとね、叩きますね、こういうふうにね、うん、でこう割ります。はい、ね、割れました。そうそう、で割ったものを今度こういうふうにして手でちぎると、ここからさらに包丁使う、はい、でこうするとね、たくさんのこう断面ができてますでしょ、もう断面多いです ね、 ね、でこうするとね、味しみがね、良くなります。でこの方法を、まあ、これからね、酢の物とかいろんなものに使っていただくとね、はい、美味しいと思いますよ。酢の物ってつい千切りにしちゃいますけどね。そうそう、またこう歯ごたえが違うので、うん、また別のね、きゅうりの魅力が発見できるかな、うん、はい、あ、じゃあいろんなきゅうり料理にこのやり方は試してみるといいですね、うん、そうですね、はい、はい、一口大に手にちぎりました、はい、でこちらの方もボウルに入れますね、はい、はい、でこちらの方ですね、はい、はい、さあ、それではですね、でこちらの方をね、はい、塩をしていきますね。でそれぞれ、そうですね、大体大さじ2分の1弱ですね、はい、でこちらね、塩をするんですけど、はい、これは野菜をね、しんなりさせたもので調味ではないんですね。味をつけてるわけではない、はい、ではい、こちらの方をしんなりさせて約10分、うん、ね、置きまして、で水洗いをして絞ります、うん、はい、これだから水気を出すためということですね、はい、はい、なのでしんなりしたら必ず水洗いをして水気をしっかりと絞ってください、はい、ですね、大体約10分ですね、はい、でこちら、さあ、絞ったものがこちらになります、はい、はい、ということでね、はい、ちょっともうしっかりこう絞ってある感じですね。そうですね、はい、はい、水分ありません、はい、はい、でこちらの方を調味をしてみましょうね、はい、で今日はからし使います、醤油和え、はい、はい、でからしの方に、はい、からしをですね、
6センチから7センチご用意ください。はい。だいたい料理番組ってこういう時はあのね、グラムであったりとかね、小さじとかなんですけど、はい、今日はセンチで表してみましょう。まずね、測りませんでしょ。これチューブから出すんですもんね。センチがね、分かりいいかなと思って。こういうことですよね。そうそうそう。6センチ、7センチ。そうですね。はい。はい、そちらの方にね、だし醤油を今日使いますね。はい。大さじ2。それからみりんですね、はい、で、あのだし醤油がなかったら、うん、あのなんだっけ、あのめんつゆ、めんつゆ3倍つゆのこう、はい、濃いもと、うん、あれを使われてもいいですね。あ、なるほど、はい、はい、さあみりんは小さじ1入りました。はい、でも今日はね、これを混ぜるだけですね、もうね、あとはね、これがあの今日唯一の、そうですね、料理番組っぽいところ、そうですね。ここを混ぜる時のコツなどありますかね。そうですね、まあ、あのゆっくりとあのおおらかな気持ちでね。なるほど。そうですね、あの、なんかほらこうガチャチャとやったらなんかこのからしが辛くなるような気がしません、うん、ね。あと結構器が小さめなので、ね、飛び散らないようにというところもありますね、はい、なかなか難しいですね、はい、こちらですね、これあのきゅうりとおなすとね、あの2つ分なので、うん、これを、まあ、半々ですね、半々、もう目分量でいきますね、はい、はい、いきました。はい、こちらでね、こちらね、あの今これ4人分でしょ。でもっと多くされたい時なんですけど、うん、このあ箸だね、箸ですね、はい、はい、こちらですね。でこちらね、あの材料が倍だからといって、はい、今の調味料ちょっと倍にしちゃうと、うん、ちょっとな辛いかも分かんない。あ、だからそのあたりはちょっとね、あのこう調味こう加減しながらね、うん、あのかけてみてくださいね。はい、じゃあこの調味料の分量でもうちょっと多めの量でも大丈夫ですか、ね、大丈夫ですね、はい、あとは辛さもね、あのお好みに応じてことですね、はい、はい、さあ、あえましたので、もうできました、今から盛り付けていきたいと思います。もうできました、はい、もうできました、はい、ねえ、はい、ではこちら、簡単だけどすごくね、美味しいんです。ですよね、はい、まずいものは作りませんね。まあ、ご飯にはまず間違いなく合いますね。そうですね、うん、あとね、あのおそうめんのトッピングとかね、うん、それから冷ややっことか、冷ややっこもいいですね。もちろんご飯にも合いますしね、うん、あの結構いろんなものにね添えていただけると思いますよ。なんかお茶漬けの時とかこういうのがあるとね、お茶漬けもいいですね、いいですよね、ちょこちょこっとね、はい、今だから漬物はないけど漬物っぽいものが食べたい時にはこれがちょっと作れますね。そうですね、であのこれね、あの漬物ではないので、あのまあ明日ぐらいまでですね、あんまり置かれると水分出ますので、うん、なるべく早めに食べきってください、はい、さあこちらできゅうりとなすのからし醤油和え完成です。今日の材料はご覧のようになっています。ポイントです。なすときゅうりは塩をしてしんなりさせた後、水洗いをして水気をしっかり絞ってから使いましょう。からしはお好みで加減して加えてください。今このレシピはですね、お子様でも、食べられるぐらいの辛さ、それが6、7センチになってますんで、辛いのが好きな方はもうちょっと入れても大丈夫だと思います。でそのまま置いておくと水分が出て味が変わるので早めにお召し上がりください。もしだし醤油がなければ濃縮3倍のめんつゆでも美味しくできます。これからの季節、そうめんのトッピングにもぴったりです。ぜひ皆さんね、レシピのレパートリーに加えてみてください。さあ、それでは先生さん、はい、召し上がりください。はい、佐藤浩一さんではなくて申し訳ない。いただきます。これでもね、本当に美味しいんですよ。うん、美味しい。あ、さっぱりですね。食べやすい味付けです、ね、すごい簡単なんだけどそれを超えてくるね、美味しさはありますよね。そうですね、うん、夏にきっといいですね、うん、お漬物よりも食べやすいし、うん、酸味がなくて、うん、確かに、ね、ご飯と合います。そうですね、うん、まあ、できればご飯じゃなくてそろそろナスを食べていただきたい。ナスがね、特に花井さんのおすすめ。そうなんです。うん、あ、美味しい。あ、しかもナスの甘さがすごく際立ちますね。一口食べたらご飯を一口。ものすごい見てますよ、花井さん。美味しいね、はい、まあ、でもこのからし醤油和え、他の野菜でも、ね、応用できそうですね。そうですね、例えばキャベツとか、うん、あとあの山芋とか、ね、合うでしょうね、いろんなものを試していただきたいですね。いろいろと作ってみてください、はい、花井さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、明日はアイデア料理の柿崎さんに厚揚げと野菜の味噌炒めを教えてもらいます。こちらもお楽しみに。